西洋羽根騎士団によるアメリカ大陸の植民地下では、西洋羽根騎士団が17世紀中盤にカリブ海に所有していた植民地の歴史について述べる。総長序盤にパオロラスカリスの指導の下、地中海のマルタ島を拠点とする西洋羽根騎士団は、現在のセントクリストファー島、セントマーチン島、サンバルテルミー島、セントクロイ島にあたる4島を獲得し、14年間に、 渡り保持した。本校では、フランスによるアメリカ大陸の植民地化に関わった西ヨハネ、騎士団員についても述べる。西ヨハネ騎士団がカリブ海に進出したきっかけは、騎士団員の多くがフランス貴族出身で、フランスと深い関係を有していたことにあった。フランスがアメリカ大陸で獲得した植民地では少なくない数の西ヨハネ騎士団員が、 フランスの役人として、当地に携わっていた。例えば、騎士団による植民地獲得の中心となったフィリップ・ド・ロンビレールド、ポアンシーは、聖ヨハネ騎士団員であるとともに、カリブ海のフランス植民地の総督でもあった。1651年、ポアンシーは、騎士団を説得し、破産した、フランスの直居会社アメリカ諸島会社から4頭を、 買い取って、自ら1660年に死去するまで統治した。この間、騎士団は植民地の所有者として振る舞ったが、フランス王類14世はあくまでも4等の総試験を主張し続けた。実際には、ポアンシーはその両者からも独立した立場を築いていた。1665年、西洋派で騎士団は新設された。 フランス西インド会社に4等の権利を売却し、アメリカ植民地経営から撤退した。フランスによるアメリカ大陸の植民地化初期から聖ヨハネ騎士団員たちは、ヌーベルフランスやフランス領アンティルで高い地位を築いていた。騎士団も当時は大部分がフランス貴族出身であり、フランス海軍の士官は聖ヨハネ騎士団の海軍で訓練を受けていた。アカディアで活動した。 アイマー・チェイストやイザーク・ド・ラジリー、ケベックで活動したシャルル・ド・モンマニーラのように、初期フランス植民地統治には、多くの聖ヨハネ騎士団員が関わっていた。1635年、ラジリーは、アカディアに招集動員を建てるという計画を、聖ヨハネ騎士総長、アントワールド・ポールに提案したが、却下された。次の騎士団総長、ジョバンニ・パオロラ・ラスカリースは、植民地獲得により、 積極的だった。1642、3年、ラスカリスは、ヌベールフランスで回収した、アベナ貴族の者の,の大父となっている。宣令式には、ラスカリスの代理として、モンマニーが参加した。後に、聖ヨハネ騎士団植民地の立役者となるフィリップド、ロンビレールドポワンシーも、似たようなフランス植民地で働いていた。地中海で、オスマン帝国との戦争に参加し、 ヨーロッパ大陸では1627年のサンマルタンドレー方位戦やラロシェル方位戦に参加しつつ、その合間にはアカディアのラジリーの下で要塞守備の任にもついていた。カリブ海の西ヨハネ騎士団植民地1639年、ポアンシーはフランスのアメリカ諸島会社から派遣された総督としてセントクリストファー等に赴任した。まもなく彼はルイ14世により、 全カリブ海の植民地を認知とする中将に認知られた。ここでポアンシーは島での建物建設に大規模な投資をした。さらに周辺の島々にもフランスの領土を広げ1648年にはヨーロッパ人として初めてサンバルテルミー島に植民地を建設した。この年ポアンシーは セントマーチン島の小さなフランス入植地に300人の入植者を派遣し、管理下に置いた。ここで彼は、オランダとコンコルニア条約を結び、現在に至るまで残るセントマーチン島の仏壇分割線を確定した。1651年にはセント黒い島にも入植地を建設した。さらにポアンシーは、衰退に向かっていたアメリカ諸島会社とも対立し、 自分の支配下に置いた島々において自ら絶対的な支配者としての立場を確立していった。彼はカトリックの騎士団員でありながら、島々にいるイギリス人、オランダ人、ユグノーラ新教徒と親しく交際したり、洗礼を受けた奴隷の息子を解放することを拒んだり、したため、カプチンフランシスコ修道会の宣教師と衝突している。ポアンシーの初島統治は過酷な部分があり、 各地で彼に対する抵抗が起きた。さらに彼はヨーロッパにある騎士団のコマンドリーからの収入を着服し、島での豪勢な暮らしに継ぎ込んだため、騎士団からも不況を買っていた。ついにアメリカ諸島会社はフランス王の命令でポアンシーをフランス本土に召喚し、ブルゴーニュ出身の紳士ノールパトラクリーズでソージーを公認に充てようとした。 しかし、ポアンシーは承諾せず、ソージーは捕らえられて、鎖につながれた上で、フランスへ送還された。聖ヨハネ騎士団総長序盤にパオロ・ラスカリス1649年、ポアンシーは、自分の地位を守るため、聖ヨハネ騎士団に諸島を購入するよう持ちかけた。すでに、アメリカ諸島会社は、衰退著しく、ポアンシーは、会社の弱さと自らの優位を力で示したのである。 しかも当時、フランス最小、ジュール・マザランは30年戦争を終結させるためのベスト・ファー・レン条約締結のためを殺されており、植民地政策に注意を向ける余裕がなかった。1651年、アメリカ諸島会社が解散し、その植民地開発の特権が各方面に売却された。マルティニーク、グアドループなど個人に売り渡された島もあった。ラスカリスの承認のも マルタ騎士団は、セントクリストファー島、セントクロイ島、サン・バルテルミー島、セントマーチン島を購入した。この売買協定は、フランス宮廷で、マルタ騎士団大使、ジャック・ド・サブレにより調印された。4党における騎士団の占有権は、2年後にフランスと結び直した条約で確認された。ルイ14世は4党への総支権を主張し続けていたが、 西洋羽ネ騎士団は、勢俗両面で四党の支配を固めていった。一方で、西洋羽ネ騎士団には、四党に派遣するのを、フランス人騎士に限ること、また、フランス王が代替わりするたびに戦役相当の、金冠を献上するという条件が課された。シャルルド・モンマニー西洋羽ネ騎士団の最高評議会は、ポアンシーを引き続き総督の任に従事させる一方で、 フランス領時代の前、ヌベールフランス総督、シャルルド・モンマニーをセント・クリストファー等に派遣し、ポアンシーを監督しようとした。モンマニーは財務面でポアンシーを補佐することを希望していたが、ポアンシーはあらゆる外部からの介入を拒否し、モンマニーはフランスへ送り返されてしまった。百五十三年、モンマニーは副総督という肩書を与えられ、総長の公式な命を帯びて、 再び諸島に赴いた。しかし、それでも、ポアンシーは、モンマニーと権力を分け合うことを拒否し、芝叩く間に、モンマニーの実権を奪ってしまった。モンマニーは、セントクリストファー島の農場で暮らしながら、ポアンシー守護の帰り先を狙っていた。しかし1657年、モンマニーは、ポアンシーより先に死去した。ポアンシーは、フランス領時代と変わらず、 植民地の開発に力を注いだ。セントクリストファー等には頑強で美しい要塞と、それに付随する教会、道路、病院、そして自身のための大邸宅舎とドラモンターニを建てた。一方で、首都バセテールの外では、騎士団成長の支配力は不確かなものであった。サンバルテールミートの入植者は、現住民カリブ族の襲撃に遭い、生き残った者は、 入植地を放棄して島を去った。そこで、ポアンシーは30人の入植団を改めてサンバルテルミー島に送った。1664年までに、その数は100人にまで増えた。1657年、セ千と黒い島で反乱が起き、西洋派騎岸団による支配が覆される事件が起きた。ポアンシーは、新たな総督を派遣して、反乱を打圧し、要塞や、 修道院を建てた後、島の森のほとんどを伐採して、プランテーション農園にしてしまった。モンマニーの死後、西洋派ネ騎士団は二人の副総督を派遣した。そのうちの一人が、シャルル・ド・サルだった。彼は、サボイアの聖人フランシスコ・サレジオのおいで、カリブ海植民地でも入植者たちの人望を集めた。ポアンシーは1660年に死去したが、その直前に、イギリスや、 セント・クリストファー等のカリブ族との和平を取りまとめた。ただ、この平和は長くは続かなかった。二代目の総督には、シャルル・ド・サルが就任した。1660年代前半までに、西洋派ね騎士団では、植民地から想定していたような収益が上がらない、ことに対する不満が高まっていた。しかも4等をフランスから購入した、際の12万駅はまだ払い終わっていなかった。 最終的に、マルタ島の評議会で4島をフランスへ払い戻すことが決まった。この頃、ルイ14世の下で、フランス政界の実権を握っていた財務総監、ジャンバティスト・コルベールは、マザランよりも植民地経営に積極的だったため、元より騎士団に4島を返還するよう圧力をかけていた。1665年、西ヨハネ騎士団は、 正式に植民地の4島をフランスに売却した。フランスはこの植民地に新たに西インド会社を設立した。フランスに4島の管轄権が戻った後も総督、シャルルド・サルをはじめ多くの西ヨハネ騎士団員が留任することになった。1666年第二次英乱戦争でフランスがオランダ側で参戦したことにより、全ント・クリストファー島でも島を分割してきた。 フランス陣営とイギリス陣営の間で戦闘が勃発した。シャルル・ド・サルは戦死したものの、島での戦争は、フランス陣営が勝利を収め、イギリス植民地地域を制圧した。その後、聖ヨハネ騎士団員で副総督だったクロードド・ルード・サンローランが、セント・クリストファー全党の総督となった。サンバルテル・ミーの紋章。中央に、 西洋派ネ騎士団のマルタ十字があしらわれている。マルタ騎士団は上述の四島の他に植民地を持つことはなかった。しかし、マルタ騎士団員は、その後もフランス海軍や海外植民地で活躍し続けた。18世紀初頭のミシシッピ計画にも数名の騎士団員が関わっていた。また、フランス貴族でマルタ騎士団員でもあったエティエンヌ・フランソワ・チュルゴがギアナに、 マルタ人を入植させようとしたが、失敗に終わっている。4島でのマルタ騎士団による支配は短いものだったが、今でもその記憶が残されている。セントクリストファー島では、ポアンシーの豪勢な邸宅と騎士団のエンブレムをつけた召使いたちの相関が語り継がれている。セントクロイジ島では、島の歴史を語る上で、 西洋派ネ騎士団をはじめ島を支配してきた七つの欧米諸国をまとめた七つの旗という言葉が品質する。サンバルテルミー島ではその紋章のフェスにマルタ十字があしらわれ騎士団による統治の時代を現代に伝えている。ありがとうございます。